さあポケモン剣盾やっていきましょう。今回はエレキフィールドを軸とした電気タイプ統一のパーティーです。よろしくお願いします。まあよくエレキフィールドがあるのに寝ようとしたり眠らせようとしたりいろいろとやらかしているんでね、まあそれを軸にやっていきたいんですが、なんと対戦相手がブイズっていう、なんかすごい困惑するんですけどダブルバトルでブイズは結構なプレッシャーかかるね。なかなかの強者。ダブルとシングルを間違えることって、例えばダブルをやろうとしてうっかりカーソルそのままでシングル行くことはあるんですけど、逆はないよな。となるとお相手はダブルならではの戦術を用意している可能性が高い。特にエコーボイスじゃねえ、臨床か、臨床ニンフィアで飛んでくんじゃねえかな。エーフィーから飛んでくるみたい。これはちょっとまずいね。このまま攻め込むと多分どえらいことになります。となるとボルテージがどうこう言ってる場合じゃねえな今回は。さすがにね。電磁虫先に行ってもらいます。コケコちゃん放電まとめていこうぜ。失礼。さあバッテリーパワー全開、特攻 1.3 倍だろ。なぬ意外。いきます。防がれてしまった。味方の電磁虫への負担が心配だね。いやー、いい火力。ほう、トリックルームか。じゃあ電磁虫が一番早いぞまさか役に立つとはね。ではでは回電波いっちゃいます。無力化に全力出していきましょう。ニンフィアがめんどくさいの極みなんでね。手助け、威力上げてきた。ハイパーボイスか。ですがこちらの方が早い。いやー、さあ特攻半分。ハイパーボイス、しかし効かないね。なるほど、さらにノードスプレーぶっ放してくるか。やるじゃない。おっでー、いい火力。くっ、麻痺入れちまったら行動が速くなってしまうじゃないか。ですがしびれて動けなくなる可能性も増えている。電磁虫の遅さなめんなよ。ニンフィアは必ずしも最地とは限らんしな。押していきます。トリックルームにも対応している今回のパーティー、意外といい感じだぜ。それエイフィーも攻めてきてるね。光の壁、厄介な技を。おっと、電磁虫ありがとうよ。トリックルームが切れるまで粘りたいところですが、さすがにあそこまで弱らせたんだから、いや石化で攻めるか悩みますね。で今回のパーティーはゼクロムが放電で本気出すパーティーですね。放電を味方に当てて充電池を起動してその圧倒的火力で殲滅する構成となっているのだが、テラバロボルテージ放電でエーフィーは勝手に落ちるんですが、状況的にはトリックルームはまだ少し続くんだよね。ジェット行くか。放電連打、さすがにハイパー、お温存しやがったぜ。アブアンブ、お前か。よろしく、チーズ。これだったらエーフィーにジェットが一番良かったかな。おそらくエーフィーはトリックルームを使ってはいますが最速の個体なんじゃねえかな。どっちでもやれるようにしているはず。いくぜ。同じく統一か。負けてらんねえからな今回。なんなら金蓮使っちまってるし。こっちサイキコネシス
やるじゃねえの。ジェッター、まあまあの火力。さあ S 上昇。トリックルームが切れてからが本番ですよ。おお、食べ残しか。しかしブラッキーができそうな補助技筆頭、あくびはエレキフィールドの効果で効果がない。 S 上げちまったので、ここはこちらが通過。あのエフィトリックルーム下で先に動いたってことは意外と遅いな。なるほど、最速個体じゃねえのか。サンダーでいいんじゃねえかな。で、ライチュー石化で落とせるか。 AP をいきましょう。石化そらよし、 OK、 えらいからの奮い立てるバトンか。ですが上からねじ伏せるのみよ。いざそらいい火力、申し分なし。エレキフィールドもそろそろ切れちまうか。嫌なタイミングですわね。せっかくのサーフテールの効果が消えちまった。まあコンボより大切なことがある、それは勝つことですよ。この並びだとおそらくゼクロムが今早いので、確実にニンフィアは潰しておきましょう。シャワーズ出してくるとは。だったらもう守られようがニンフィア、そして味方をも巻き込む放電。シャワーズなんぞこの放電で十分よ。さあここからがコンボの指導だぜ。どうあがいてもお相手は勝てない、それを思い知らせてやろうと思ったけど、ニンフィアが大魔切ってきたら話変わるんだよな。これな、ニンフィアの大魔がとにかく怖いな。ニンフィア大魔で大ウォールかな。そうすれば身は守れるよね。そう来るか。ですがニンフィアが1ターン停止するなら問題はねえ。そっち、おお、勝つ自信が終わりで、シャワーズで。サンダー当然吹き飛ばすぜ。電気タイプ最強物理火力は伊達ではない。運災完了、残りはシャワーズのみ。そしてここでシャワーズを一撃で葬り去る必殺のコンボが完成する。効かないね。しかし起動だぜ、充電池。そう、火力と起動を同時にやってのける。そこにしびれる、憧れる、効かないぜ。さあ元のサイズに戻りましょうか。充電池を起動したことによってゼクロム君の火力がとんでもないことになっております。弱点保険との違いは、起動薬が火力自重しなくていいところですね。弱点保険は例えば石炭山に対して波乗りで巻き込みつつ、保険と蒸気機関同時起動とかが有名ですけど、まあ威力がね高すぎるがゆえに手加減しなきゃいけないじゃないですか。ですが充電池はもともと4分の1なので存分にぶち込んでいけるという意味で違いがあります。ライジングしていくか。味方巻き込んじまうからなと思ったけど気にする必要はねえな。あ、つーかあれだ、エレキフィールド出てるわ。どっちでもええんやけど。よし決めちまいな、外しちまったぜ、イエーイこれライジングじゃないと負けだった説ない。やばいかもしれない。ってというのもね、あのエレキフィールドさっき出てたっけっていう、結局ガバはなくならないのかと言いたいところだが、そんなものが問題ないのがライジングボルトの火力なんですよ。深く考えなかった、そう、画面を見なかったのはこういうことよ。どっちにしろ終わりでーす。さすがにね。対戦ありがとうございました。
できれば1ターン目から仕掛けたい戦術なんで、次の試合では1ターン目から勇猛果敢に行きましょう。ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。恐れてた相手来ちまったな、グラドン。しんどい、あまりにもしんどい。くそ、フラグだってのか。あ、さーて、どう対抗したらいいんでしょうね。わし、あれは厄介の極みだよな。電磁虫はね、特攻しか上がらなかったと記憶している。バッテリーですからね。どないしょ、どないしょ。でもやることは変えられないのですよ、このパーティー。なんたって電気タイプ統一ですからね。グラードンは向こうは絶対戦術するでしょうから、問題はどのタイミングで出てくるかというところになりますね。こちらの放電でしっかりダメージを与えつつも、ゼクロムをパワーアップしていく戦略ですが、グラードンには意味をなさないっていうのがちょっと重いところですかね。よろしくお願いします。しかもエレキフィールドの補正の乗る大サンダーも無力化なので、火力が一回り二回り落ちちまう。おー、さーて、じゃあどうしましょうかね。これグラードンがダイマックスしてくる可能性もあるのですよ。そうなってくるといよいよめんどくさいんだよな。テラワロボルテージ、左、向こう的には断崖の剣ですかね。もう行くか、やるか、男ならやるしかねえでしょう。それでも俺は最高火力をぶっ放してみせる。最大火力ってもしかしてこっちじゃね。充電池いらねえ。頼む、ダイマ切らないでください、ダイマ切らないでください、お願いします。そう、こんなこともあろうかと仕込んでおいた嫌な音よ。単純な火力ならこっちの方が出る。嫌な音が炸裂すると実質抜群でゼクロムの刺激が通るわけですよ。超絶痛いわけですよ、核一なわけですよ。電気2体並んだらさ、断崖の剣打ちたくなるよな、打ちたくなるよな。なるんです、嫌な音、ジリジリ。さあ、不快感がすごい。喉スプレーも検討したんですけどね、さすがに嫌な音前提はやばいと思って。ハーブ。あ、どうも。 S 下がっちゃったけどさ、これ S 下がっちゃったけどさ、いただきだぜ。にしてもこのエレキネットはやばいな、こっちのやりたいことを逆にやられている。お、剣の前、お前誘致をぶっかましてんだ。舐めてんな、お前。おらー、ダイドバゴー。うべ、いい火力だが少し足りんか。もうあのグラードンなすすべなく退場してもらうことになるぜ。とりあえず大ドラグーンだよね。コケコくんどうしよっか。嫌な音を打とうが打たなくてもどっちにしろって感じはすごいんだよね。ネット吸うのもありですけどね。電磁虫バッテリーは現状意味をなさないんだよな。これは単純な今サポートになっています。ゼクロム君の威力は上げないからな。どうしましょうかね。まあコケコ君はまだ役割ありそうなんで、ここはバックで撤収。ういっす、ガンは。さあ、さすがにグラードンの方が早く動く。断崖の剣をぶっ放してくるでしょう。ただの自信、おい、向かった。ライチャー、助け持ってねえのかよおめえ。だが効かぬよ、ゼクロムの物理耐久にダイマックスが合わさっている。伊達ではないぜ。まだ試合はここからですよ、継続中でございます。ゼクロム君が次の一撃耐えれるかどうかは自信ねえけど、バナッシュワーン、エレキフィールドの効果で眠りごなは通らないが、気づいているかな、ルーナ。あらあら、
Z でいきましょうか。決まればよし、決まらなかったらまあしゃあない。糸を吐く。向こうとしては潰したいよな。うラブラブ、どっち、おしゃぼですよ、おしゃぼ。なんだかんだグラードンがきつすぎて結構追い詰められちまってるのが辛いね。さあ、弁達か。でも、あれだね。地面技も打てるよね。バナは。打ってくるかな。あったー。無念でござる。やるじゃん。うわー、無念だ。今回はもう日照り対策とかもう完全に捨ててるんでね。シャドウライ、こっちもこっちで厄介なんだぞ。ファントムガードあるしよ。電磁虫、よし俺たちの電磁虫よくやったぜ。ただな、残ってるのがな、どうしようか。電磁虫でどうこうつってもとりあえず頑張るしかねえか。この中で一番早いのはコケコ、それは間違いねえ。で、何をするかなんだけど、電磁虫くんはどうせ落ちるんだよな。とりあえずエレキネットだな。マルスケことファントムガードは剥がさないことにはお話にならないし。で、回電波当たればよし、当たればラッキー。どうだ、うそっやるねーやるねー、お前そんな技覚えんだな。これダブルに来た甲斐もあるってもんよ。ダブルの醍醐味ちゃんと味わっていくぜ俺。ベンタトゥー、オイエーイいや素晴らしい、ルナーラの評価が変わるね。やっぱガチの体勢はこうじゃなくと、もうこうじゃないとね。もうワイドガード食らって僕にっこり ですがここまでだよね正直。グエ、白いハーブじゃなければ勝ってたな。そこが惜しかったね。まあいろいろと噛み合わない試合ではございましたが、うし、間違いなくあの技で来るから、ダイアシッド一旦ここは身代わっておきましょう。まだ諦めたわけじゃねえ。いやさすがにほぼ諦めてるが、スッとね。でもこちらもできる限りの型を公開し退場しようと。つうかダイアシッドで得怖がんの手に負えねえルナーラいいな、めちゃくちゃ面白そう。範囲攻撃に対してのメタだから今回の私の戦術に非常に刺さっていましたね。やめてくれですがこれは実質まだチャンスなのではと言いたいが、さすがにな。日差しが元に戻る、ギリギリまでベスト尽くさせてもらうぜ。ベンタついて、だけどニック機バナと、そう晴れの眷属バナを道連れにくらいはさせてくれよ。こういうサンダーもいるんだぜ、シングルの使い回しだけどな。雷統一、そう電気統一の意地を見せる、我が一撃を見せてやるぜ。ダブルウィン、まあまあよし。急所に当てればって思ったけど、ここのシャドウレイがどうにもならんだろうな。社員まであんのか、止めれな、え言って、回電波が生きてるんだけどあいつかなり耐久に特化してたんだな。マジかよ、くっそ、あともうちょっとだったのか。そういう意味ではまあいい、急所に当たってもおそらくルナーラは倒せない。
ワイドガードにしてやられた試合でしたね。対戦ありがとうございました。勝てー。これは曲振りだね。なんかいいとこまで行った感出て、よかったぜ。やーす。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。先ほどはグラードンでしたが、今度はむしろ、こちらが有利って感じしますね。ではやりたいことさせてもらうか。トリックルームではなさそうなのでウニ切っていいかな。で一応ガエンがかなり怪しいので、ガエン怪しいな。ガエンくっそ怪しいぞ。いいんじゃねこれ。ガエンゼクロムとコケコ並んでるからガエンはすげえ誘ってると思う。どうだろうな、向こうからしたらそれをサンダー誘ってる感じするかな。まあよろしくお願いします。まああんまり変なこと考えない方がいいんだけどな、ポケモンバトルってのはな。では行こうか。ガエン来い、ガエン来い、ガエン来い、ガエン来い。ザポドスかよげ、残念外れか。となってくるとエルキメイカー、どうしたもんかなこれ。割と困ったちゃんな展開だぞ。雨降ってくるし、ジェットでゴリ押ししてもいいんですがね。まあここはもう行っちゃいますか。エレキネット S 落として、もう殴る殴る蹴る殴る蹴る、シンプル逃げ。なんかお相手のサンダーとこちらのサンダーなんかちょっと違うくね。なんかお相手はふわっとしてる、浮ついてるね。まあそんなサンダーとうちのサンダーを一緒にしないでほしい。こちらが本家本物のサンダーですよ、間違いありません。ライメーゲリー行くやでー。それだ、まあまあ火力出てる。もう海洋川虫の息よ。暴風いやん、不甲斐ない。チーン、ほうタマンダーか、血を吹き。だけどお前の体力はすでに、なんでこんなに痛いの。嘘でしょ、もう嫌になっちゃうよこの火力。どうなってんの。行くぜ。暴風も必中となってるからな。さあテラバロボルテージなんだが、エレキネットなんだが、ジェットぶっかましていくか。万が一海洋画の方に逃げられると面倒だし、いやここはもう最大火力でいいよ、遠慮なくぶち込んでけ。いきます。まあ充電池こそ起動できてませんが、それはこの後のライチュウに任せてもいい。ここはせっかくのエレキネット上取って暴れましょう。うまくいけばお相手は両方とも落ちて、圧倒的こちらが有利なフィールドを展開できるぞ。さあお相手の行動遅い、ネットうれ。おお海洋が生き残ったか。しかし潮吹きだろ、その体力ではもうサンダードリアー、いい火力しびれる。あれこだわってないの。しかし痛くない。いやさっきの体力であんだけ食らったからさすがに。あれでそうなのか、驚きだね。おおザシアンですか。お相手はザシアンで上取ってじゃれつくつもりですかね。しかし今回の私の攻撃はお前を潰すために用意してきた陽気ゼクロムだぜ。だからエレキネットからの大サンダーかっこ雷撃でザシアンは確定一発調整済みなのだよ。ではデータ通りに消えていただく。最後に出てくるのが何かは知らんが、やりたいコンボが微妙にできてるようでできてないんだが、まああれよね、結局は
エレキフィールドからのゴリ押しがしたかったわけだよ。おやおや、ザシアン君、 S が低下しちゃったね。海洋側5退場では失礼。第3だドリア、耐久調整してるザシアンでもない限り確定です。さあ最後の1匹を出しな。この2体の並びに勝るものなし。というかあれよね、その特定の戦術にこだわらなくとも戦えてるという意味で非常にいい感じね。じゃあコケコ君帰ろうか。ライチュウに交代で、ゼクロム君はそうだね、ダイジェット入れておこうか。向こうはこちらに対してダイジェットは撃てる状況じゃねえので、ういっす、これで完全に上を取れる。ただこいつも物理に関してはプロフェッショナルだ。用心していこうぜ。かっこいいな、うちがい。順伝とかウルトラビーストとかの類はいいよね。特に神剣は色がいいな。まだあれやってないからさ、泣こう。舐められたもんだぜ。物理耐久も電気タイプトップぞ。ジェット、ダイマックスアドベンチャーで神剣はまだ取ってないから厳選できんだよね。急所でこれはやべえな。さあ S 上昇、今度は上を取らせてもらうぜ。さあフィールド効果は未だ残っている。ということは放電からの圧倒的、飛ぼっかな飛ぼそう、別にエレキフィールドにこだわる必要はねえ。痛えな。充電池起動、ゼクロムに対してのダメージは知れているぜ。では空に逃げる、声優撤収。おれ避けたぜ雨が上がった、健やかな感じ。そう、我々の勝利を祝福する晴天ですよ、晴天。くれようか。まあ放電でいいでしょうって思ったけど、この状況はねゼクロムが先に着地するんだよね。だからライジングしておきましょうか。到着、いい火力だろう。ライジン、刀頑張ってんな。ナッキョー、グオー、やるじゃねえの。刀くん粘ったね。だがしかしもう十分に暴れきったよ。こちらはね、調整でやりたかったこともやったし、充電池も使ったし、では最後にスカーフコケコから安定感のある立ち回りでゲームセットでいこう。ここに来てフィールド再展開よ。絶望感がすごいな。イエーイ。今回は特にガバはないはずなんだが大丈夫かないやこれあれだからね、フィールドガバのリベンジ会だから、まあガバがあればあるほど動画のネタはね尽きないから永久期間でいいんだけど、でもたまにはスパッと決めたい時もあるんだよね。ではでは、圧倒的なイカ寿司の前にひれ伏すがいい、痺れない。 OK、 対戦ありがとうございました。まあ意外とね、電気タイプで組むパーティーってのもなかなか悪くないと思います。はい、気が向いたら試してみてね。昔電気統一やってたんだけどね。そちらもよろしくなってことでありがとうございました。